臨天バイエル。岡崎臨天がラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ、レクイエムを弾こうその11回目です。スタンダードチューニングカポ2フレットでお届けしているレクイエム、アルバムニュービスタスからのピックアップですね、収録されている楽曲、前回はですね、転調したパート D'、それが終わりまして、また元のキーに、A パートに戻った、2A とね、振られておりますリハーサルバック、そこから4小節間解説していきました。でその4小節間ちょっとおさらいしてみましょうかね。はい、2A です。これもほぼ最初に出てきた 1A のね、最初の A パートと変わりない動きでありますが、まあ多少音の音かすはちょっと増えてますけどね、ほぼイメージ変わりません。そして、次の Bm7 も以前出てきた A パートと同じく人差し指は使わない、まあ、バラバラの押さえ方ですね。5弦2フレット中指、3弦2フレット薬指、2弦3フレット小指で押さえます。さあここでですね、人差し指を使わない、まあ理由っていうか言いますかね、この2弦1フレット、そして2弦開放と動くメロディー、ここにあるんですけど、そこで、ベース音が途切れないようにということでね、人差し指を使わないフォームになっております。難しくはないですね。そして、E7 のフラット9、まあ、E7 に、この4弦目の3フレットですね、ここ薬指で押さえている部分なんですけど、こちらが加わっているフォームです。ここではですね、レコーディングの時に、2弦目の、3フレットから5フレットですね、スライドさせて、そして、開放に持っていったメロディーの取り方をしておりますけど、これが例えば1弦の開放で取って、そして2弦の開放と続けても構いません。これは弾きやすい方を選んでもらって構わないと思います。 Am7 です。次、ここは問題ないですね。ただこの Am7 最初の5弦目開放のベースを弾くときに、前の小節で弾いた6弦の開放、これを、右手の親指の背あたりでミュートしてください。もしくは、左手でミュートも可能ですのでね、どちらでもやりやすい方でいいです。そして、この2A 最後の小節に行きます。ここでですね、まあフレーズとしてはそんなに難しくないと思うんですけど、この後半、そうですね、1、2、3拍目になりましょうか。ここの D のコード D に移ったところですね、そこで、5弦5フレット4弦4フレットを抑えますけど、その前に寸前に弾かれてた、4弦開放ですね、ここはミュートしてください。ここですね、ここで、4弦押さえている、まあ、僕の場合は中指になりますけど、この指の腹でミュートしてください。これそうですね、それが一番ベストかと思います。そこから、まあ、ブリッジ的なフレーズ、まあ、16ボンブですね、そこから 2A のダッシュに入ります。これは次回の解説としましょう。さて、今日
今日のリンテンバイオリンいかがでしたか、ね、このコーナーでは皆さんからのギターレッスンにおける悩み相談あるいは質問、ね、ギターに関することであれば何でも受け付けますのでね、番組ブログよりどしどしお寄せください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドを入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーはね、番組ブログよりビデオで見ることができますので、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上リンテンバイオリンのコーナーでした。